風竹署、せっかくホワイト企業に就職できたのに、寝坊でクビになった。でも、絶対に起きれる。電流流れる目覚まし買ったから、もう大丈夫だ。また仕事を探さねば、ん日本一アットホームな会社ですかまあ他にもないし、ここに行ってみるか。うちは日本一アットホームな会社を目指してます。はい。では一旦合格にしますので、明日からよろしくお願いします。はい。あ、え、これはこれは全員社員だ。ゲージの中に閉じ込めている。社員は全員仕事以外は全てこのゲージの中で過ごす。飯時になれば、ご飯と水がゲージに入れられる。 トイレもついてる。外に出られるのは仕事の時と休憩時間だけだ。やーばーやんばーなにこここんな法律で許されるの日本一アットホームな会社だから、ここがすべて家にならなくちゃな。家族とは一週間に一回だけ面会も許される。差し入れは一ヶ月に一回だけ。やーばー牢獄の方がマシやん。うちは真面目な社員が多いからな。ちなみにうちはグループ会社で運営してて、たまにああやって他の社長さんも来て良さそうな社員がいないか見てる。やーばーペットショップやん。さあ仕事場に案内しよう。ここが仕事場だ。ちょ、なにこれ一日労働時間は十五時間。朝六時開始の十時終わり。 休憩は1時間も与えてる。給料は年収250万円だ。やばー。毎日15時間労働なのに少な。社員全員顔死んでるやん。逃げられないように足かせがついてて、さらにパソコンのキーボードに一定時間の動きが見られないと、足かせから電流が流れる仕組みだ。もちろんチーム全員にな。だから誰もサボれない。やーばーやんばーさらに防犯カメラがたくさんついてて、少しでも居眠りすればすぐに電流が流れる。チーム全体のためだ。悪くないだろやばー今日やばーしか言ってない。この前は死後した社員がいたから、ゲージで2週間一度も出られなかった。とにかくここでは仕事だけに集中してほしい。 やばー。でもうちは社員旅行あるんだぞ。また相変わらず足かせをついたままだけどな。やばー。足かせついた人の社員旅行を想像したらやばすぎる。まあうちはこんな感じだ。じゃあ早速山田くんも足かせつけようか。すぐ逃げよう。面白いと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。えチャンネル登録してくれたんですか嬉しい。えぇーえぇーははははははは。<laughs>